二村駅は大韓民国ソウル特別市立山区にあるソウル交通公社と韓国鉄道公社の駅である。駅はカールが管理している。西氷頃の真下に位置する地下駅である。ホームは相対式2面2線を有しており、フルスクリーンタイプのホームドアが設置されている。改札口と計儀、中央線との連絡通路に通じる階段はホーム1面につき4箇所。 エレベーターは、ホーム一面につき1箇所ある。改札口は、東側と西側の2箇所ある。出口は5番まであり、東側が2、3、3 1番出口と繋がっていて、西側が1、4、5番出口につながっている。化粧室は改札内にある。乗り場乗り場の番号は存在しない。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。 改札口と4号線との連絡通路につながる。階段はホーム一面につき2箇所ある。エレベーターは設置しておらず、代わりに階段上にリフトが設置されている。改札口は1箇所ある。化粧室は改札外に1箇所ある。乗り場近年の1日平均利用人員推移は下記の通り。この駅近辺の東部に村道地域には 在ソウル日本人コミュニティが形成されているところとして有名である abcdhttp www.seoulmetro.co.kr ステーション s t a t i o n g u e アクションイングリッシュイコールサーチバリューイコールステーショニドイコール 0430& メインラインイコール 4ABAB アーカイブド2016年3月4日アットザウェイバックマシンありがとうございます